休日のお父さんみたいな感じや。マジで休日のお父さんみたいな感じやな。あら、クマさん早い。やほほーい。クマさん一番乗り。半分も読むの一番全部満。本日嫁さんの仕事先にクマさんにそっくりな方が面接に来たようです。トゥルッてトゥルッくまさん。もうね、うちの嫁さんはくまさんの存在を知ってるから、その人を見るたびにね、あのくまさんだ、あーくまさんが来た、おーくまさんだっつってたよ。あ、昨夜夫婦二人揃ってジャストミー、俺だよくまさんだってあれふんふんって笑ってるよ。ふんふんって笑ってるよ。昨夜あれ、アカウントなんか増えた？昨夜。え、今のは前のアカウントやろ？新しいアカウントでフォローしてくれたん？ミネシー、お疲れ様。お久しぶりっつ。じゃあちょっと皆さんにお披露目しましょうか、あの、お花。あ、増えたんか。ありがとうね、それで。なんか今日は爽やかだね。今日は、お寿司を食べてまいりました。ねえ、リュウク氏、俳優太田さん、こんばんは。そう、俳優だよ。いけないいけない、今日はこんなテンションじゃなくて、ちょっとね、テスト、サブアカ、サブアカでもありがとう。そう、キキさん、お花。あら、こっちじゃないけどね。あ、ちっちゃいお花、ちっちゃいお花、お花でーす。お花、はい、お花、お花でーす。太田さんしかフォローしない、笑い。あは、昨夜ナイス、バン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 。あ、違う違う、今日はちょっとね、なんか俺ってさ、話のテンポが早いじゃん、俺って。トン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 ってちょっとリズマカルな感じを意識してるんですけども。寿司いいな。ちょっとね、今日は、皆さんのコメントがあったら喋ろうかなっていう。結構イベント出てる。ちょっとまあガチイベントではございませんが、ガチではないんですけど、ちょっとイベントのフラグを立てて、あのいろんな方に自分の配信に入ってもらおうかなっていう。ガチでやる、なんかみんなガチガチ言うじゃん。だから俺はあえてガチじゃないイベントのフラグも立ててね。あのみんなさ、何でもガチガチやるやん。びっくりした、おー、なんかウサギがいた。いや、後半ね、7月の終わりにね、7月の LINE ライバー、あれをね、がっつりやっていこうかなと思います。ケクシーバックスバーニー、花違う、その花ちゃう。ね、7月7日は結婚記念日だったけど、2人とも忘れてたっていうね忘れてたっていう。で、2人とも仕事してたっていうね。だから今日ちょっと寿司、結婚、そして花を買いました。花を買ったよ、みんなの衆、おっさんが花を買ってきましたよ。花見えない、ウサギで花が見えないウサギで、こんな感じでね、花を買ってまいりました。サプライズのつもりが、うちの嫁さんが寿司食った後にちょっと花見ようよ、花見ようよって言うから、もう花買ったよっていう、バラしたっていうねバラしたっていう感じでございますね。アジサイが欲しい言うとったから、アジサイ買ってきました。アジサイのお花ね、ちょっとちゃんと持ってね、手離すよ、離します、離した手離して、俺手離して、俺離したよ、はい、ありがとうありがとう、バックスバニー。私もこの間友達と回らない寿司屋ランチした。今日は、まあ、うちは、回らない寿司屋、中目黒にある回らない寿司屋、美味しかったでござんすよ。さっき、そう、ガチガチうるせえやろな。しーちゃん、こんばんは、来てくれてありがとう。ケクシーケクシー、キャンディピンク、テンピンク、ありがとう。テンピンク、テンピン、こっちか、こっちか、こっちか、はい、テンピンク、ありがとう、寿司キャンディ。今日は寿司食べたしね、寿司では寿司だけに、寿司キャンディ、はい、寿司三昧、はい、ありがとう。マリンゴールド、こんばんは、どんまい。どんまい？何にどんまい？ごんぶん、どんまい、あらら、結婚記念日おめでとう、ありがとう。はい、結婚記念日を忘れるなんて、そう、
人して忘れて、しかも席を入れるときにお互いの誕生日が遠いからね、なんか近々覚えやすい日はないか、あ、7月なのか七夕の日だということで、そこでやったんですけど、2人とも仕事してたっていうね、ボンミスミステイク。ケクシ、結婚記念日おめでとう、ありがとう、ケクシありがとう、いっぱいありがとう、キラキラキラ、わっ、キラキラ、絵文字の真似、うん、三重氏おめでとう、ありがとう、ああ気が合うというか、なんていうか、わら、もう平塚の七夕行かなかった、そんなのあるの、知らない、嫁ちゃん最高の旦那やな、旦那や、大事なとこかんだ、熊さんより嫁ちゃん最高の旦那やな、だって、うん、熊なんか一緒になってこの方結婚記念日の祝いなんかしてくれたことないよ、さすが硬派な熊さん、ダンディズム熊さん、心の中ではきっと祝っているんだよ、さっき、お互い忘れて大丈夫、どっちかが覚えてるパターンよりいいね、うん、その闘志見えし、うん、噛んだ、大事なとこ噛んだ、そうで、話は戻すけどね、僕話のテンポが早いでしょ、で話がねコロコロ変わるから、結構初見さんとかね、みんながね、話しづらいのかなと思って、今日はみんなに合わせてトークしていくよ、うん、きっと日にちも忘れてる、日にち、あ、昨夜、昨夜じゃない、熊さんが熊さん、熊昨夜の結婚記念日はいつですか、熊さんお答えください、平塚七夕、日本三大七夕祭りが平塚にあったんだよね、知らなかったね、知らなかった、平塚ってどこだ、平塚は平塚やよ、横須賀線で一本や、少々神奈川の先の方でございますね、うん、海地下でございますよね、海に近い、あのロミピが平塚だよ、あの料理配信するね、あの俺と一緒に釣り行こうって言ってる人が平塚に住んでいます、茅ヶ崎、熊さん、うんっつって、熊さん、うん、何うん、何、熊さんの結婚記念日はいつだい、テンポ早くてでも大丈夫、昨日この人の配信絶対行きたくないって思った人いたし、どんな配信してたのかな、その人は、クマさんいつって、いつって、昨夜に聞いてるクマさん、ボンレサムてんてん、このどんな配信をそいつはしてたんだろう、こんな人を見に行きたくない、さあみんなの今来ている LINE ライブ初心者さんでも初見さんでもよろしかったら、こんな配信見たくない、こんな配信は出ていっちゃうという配信があったら教えてちょんまげ、またやっちゃった、このシャツ良くない、夏のセールで買いました、佐藤さんハートありがとう、うんとね、1月のわらわらわら、くまさんは1月なんだ、結婚記念日、サトゥーさんハートありがとうね、あのここにねニキビできて、あらかっちゃんハートありがとう、潜ってる人に潜ってないでコメントしろよ、潜ってるやつみんな名前書いておくからなって、マジで紙に書いた、めんどくせえなそいつ、行きたくないね絶対行きたくないね、俺も行きたくねえわ、俺は別にもぐりさんをそういうのが嫌だから、俺は俺の配信で全然潜っててもいいから、俺あえて見ないもんね、この上のやつたまに見るけどね、たまに見たとしても言わないよ言わない、俺のフォロワーさんでこうたまに潜っててくれてても全然言わん、そんなんね、嫌だねそれね、クマさんキャンディーイエロー、キャンディーグリーン、かっちゃんハート1ポイントありがとう、キャンディーグリーンくん、キャンディーパッポーありがとう、サンキャンディークマさんありがとう、ちゃんこれで W ありがとう、クマさんそのキャンディーをペロって舐めてクマさんの頭にペタッてタッタッキャンディアリーキャンディアリーハートだハートありがとう、潜ってる人の名前書いてるんで、おっさんが、呼んでるのは呼ばないね、
それはあかんね。それは嫌だね。おっさんがいないおっさんチャレンジなんか見たくない。そうだ、おっさんがいてこそのおっさんチャレンジね。うわ、怖っ怖っ怖っ、もう行かないって逃げた。ほんとやだねそれ、ちょっとやだね。あゆたくんこんばんは。あゆたくんハート2ポイントありがとうね。ハートありがとう、ハートありがとう。大トロの炙り、中トロ、ウニ、金目鯛、ああうまかった、ありがとう。寿司ハートありがとう。しかもその人ガチでおっさんの知り合い。誰、ちょっと言って。あ、言っちゃいけないの。別に知り合いなの。知り合いって別に俺 LINE ライブでつながってても、別に俺友達でも何とでも思ってないからね、ぶっちゃけ。ただその中でのつながりだから、別に好きとか嫌いとかやっぱ失礼な、だっていきなり表現する人間もやっぱいるしさ。嫁ちゃんチャレンジで、嫁ちゃんチャレンジ、チャレンジ1年生こんばんみ、ひろみしこんばんみ、あ、そうまあこんばんは、来てくれてありがとう。ひろみしハート1ポイントありがとう。オンザロードの人、あ、大丈夫、別に、あ、言っても大丈夫だよそれ、言っても大丈夫、言っても大丈夫。どうする、実は私だったらどうする。嫁ちゃんが配信して潜ってる人の名前、俺が喋ってる。嫁ちゃんが配信して潜りんをうちの嫁ちゃんが言ってんの。っていうか配信してねえし。実はおっさんが寝静まった後にやってるかもしれないよね。オンザロードにしたひろみし3ポイントありがとう。今日は寿司で鯛は出た、見て、突筆鯛、鯛は出てないね今日は、残念ながらね。ディズニー映画、特にアニメあるある、序盤で主人公の味方になって理解を見せるやつ、実は黒幕だったおじゃ。それディズニーじゃなくても結構定番であるパターンよね。いや、リアルでもね、こう例えば LINE ライブでおっさんにこう近寄ってきて、実は味方のふりして実は嫌なやつだったみたいなね、あるかもしれませんね。トイ、リュウ、そう、マリンゴールド、めでたい、ありがとう。あら奇遇ね、今日はタイの唐揚げだった。あら、タイの唐揚げなんて美味しそうやん、めちゃくちゃ美味しそうやん。いいね、いいね、いいね、ひろみし、タイ、おっさん書いた、そうそうだ、ひろみし、俺が書いた、タイ、立つ、立つとも言う、昇竜拳、ロザン昇竜派っつってね、セイントセイ、退屈、うまいね、タイ、タイ式マッサージ、うん、作られてるやつをあげただけだよ。ああそうなの、でもいいじゃないの、タイなんかね、名前なんて言ったっけな、目の下にほくろがない人の方、ん、え、目の下にほくろがない方の人、意味がわからない、ごめん、誰だ、誰だろう。別にオンザロードっていっぱい人がいるし、俺もオンザロードやめてるし、うん、え、ロミピがそんなことやってた。ロミピとはちょいちょい、あのロミピの配信行くし、今度釣り行こうねって話してるけど、ロミピってやつ、あ、別に、あ、ロミピだったら全然言うけどな、お前そういうことすんなよっつって、それちゃんと嫌ない人は嫌だぞっつって言うけどね。大して仲良くもないし、ただあの名前知ってるぐらいだったらほっとくけど、行かないし、行かないけど。うん、ひこ1293、ん、なんて読むのこれ、ひこさん、なんて読むのこれ、ひこさん、くるくるしてる、くるくる、なんていうんだこれ、わかんないね。ひこさん、ひこさんっていうのが猫ちゃんのプロフの写真の、ひこさん129さん、ありがとう、ハートを食べるよ、ハート食べるよ。違う人、なん、誰だろうね、うん、
おっさん TikTok 見つけてフォロー、ありがとう、ひろみし TikTok ね、さ、なんかちょっとマロンちゃんがね、再生数上げるから、ちょっと調子に乗ってマロンさんの、マロンさんだって。マロンさんって誰？マロンさんって。太田さんの配信にも2、3回来てたよ。エイジ？エイジくん？実はヘイジだったりして。マネージャーか。エイジくん？あと誰だ？来たことあるやつ。誰だろう？大好きじゃないよね。まあ大好きか。実はミヤモンだったりして。ミヤモンじゃねえよな。あ、そうかも。エイジくん？なんだ、エイジくんはあれだな。なんか必死。あえていじってんのかな。エイジくんぐらいだったらさ、考えればわかんのにね。逆に多分エイジくんはきっとあれだと思う。あの人多分そこら辺わかってるから、逆にそう言って嫌なやつはもう来なくていいよぐらいの配信で覚悟を持ってやってんじゃないかな。エイジくん、エイジくんだったらね。エイジくんだったらある意味それを覚悟してやってると思うよ。あの、いじってじゃないけど、そのモグリンさんに対してそうやっていじられる人が嫌だったら潜ってんじゃねえよっていうぐらいの勢いなんじゃない。まあ俺は嫌だけどね。俺は嫌だけどね。うん。やだね。うん。多分そういう、なんかあれじゃない？覚悟というか、分かってわざとやってんじゃないかな。エイジ君だって。他のやつだったらなんかあれだけど。なんだろう、分かんない。なんだろうね、これ誰かの、俺の友達がね、DJ やってて、DJ でなんか集めてた曲をもらったの。まあそういうのは嫌だったら見に行かなきゃいいしね。うん。なんだ、エイジ君そういう風にあれ言うんだったら、なんか見に行きづらいな。うん。ねえ、いいじゃんね、潜ってても。それはそれ。まあそれはそれ、これはこれでございますよ。嫌な配信は見に行かなくていいし、潜りづらいな。まあ確かに潜りづらくはなったよね。あれ、エイジさんじゃないの？エイジじゃないんだ。エイジくんじゃない。じゃあ誰だろう？大輔？大輔？うさぎがサングラスかけとる。うさぎがサングラスかけてる。エイジさん、目の下にほくろがある人。エイジ君って目の下にほくろあった？まあじゃあ大輔。でもエイジ君だったら結構、うん、大輔か。なんだあいつ、ダメだな。まあ俺行かないけど。行かないけど。行かないけど。それはあいつは何も考えてなさそうだな。あいつは何も考えてなさそう。おい、クマ。おい、クマ。ちょっとなんか悪そうじゃない？ちょっと悪いウサギっぽくない？ほらほら、なんかちょっと悪くない？悪いクマじゃない、いや悪いウサギになったね。基本人の名前を覚えない人、バラバニーちゃんか。でエイジ君だったらわざとあえてやってる可能性は。でもエイジ君やってないでしょ。じゃあエイジ君は多分やらない。多分そこらへんエイジ君は多分分かってんじゃない。潜っててもいいんじゃないけど、やだなと思う人がいるとかさ。大輔はなんだろうね、なんか単純に潜ってないでやるよみたいな。アホだね。まあ俺大好きの配信もいかんしな、時間が違うからな。でも大好きは女の子に人気やで。あれな、あの大好きはきっと同性よりも異性に好かれるな。あの年上の女の人にモテるタイプやな。あ
あいつのっていう笑顔が急に俺かいクマさんいた昨夜ハートふる昨夜ありがとうふる昨夜ありがとうじゃんありがとうじゃんありがとうじゃんどうじゃんとと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 とうるさくよそうだね女性に似合えたそうでしょえ多分いるんだよね大輔くん大好きな大好き大好きでアイテムとかいっぱい投げてくれる女子が大輔くんは笑顔がいいといいなと思うよまああの年上の女心をくすぐる笑顔やねでもさどういう意図で大輔が潜ってる人もコメントしてよ名前書いちゃうよっていうのは多分そこまで考えてないんだろうねそのモグリンのことを触れられたくない人もいるとか考えてんのかな知らねイエーイふるさくやいや別に大好きでもいいけどさひろみしまあ人それぞれ好き嫌いあるけんあるけんね熱い熱いでも単純に嫌だねまあ大好きが俺の配信に来ることがあったら言っとくけど大輔が俺の配信に来ることがあったら言っとくけどでも結構大輔の配信行ってってあれよ俺のとこ来てくれてくる人もいるようん梅ちゃんクマは面接受かったのわかんないってリスナーさんの増やしだよねああまあねだ言ってあの逃げられなくして増やすみたいなどうね龍そう林病と社会人列在聞こえた聞こえた腹から出せ腹からうんちょっと引くよね引くね、うん、あらかゆちゃんこんばんはムーンライツその達筆な竜どうしたかゆちゃんはいアクリオ大使さん、そう青にゼンゼーツじゃない、ひろみし。ひろみし、ゼーツじゃない、ゼンんそう、昨夜正解。サブアカ昨夜正解。リン、リョウ、トウ、シャ、カイ、ジン、レツ、ザイ、ゼンあれ、なんか少ないな。1。あ、いっちゃった。林、病、党、社会、人、列、財、前。あ、わかったわかった。林、病、党、社、これが抜けた。社、会、人。これと、これ違うね。全、ね。入りづらい。全入りづらい。入りづらいよね。大輔はそれを分かってやってんのかな？それとも、瞑想してるのかな？瞑想。瞑想。全。いろんな達筆バージョンがあるんだね。グー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 、イエー。嫁ちゃんに言わせてあげて。嫁ちゃんに言わせてあげて。林、病、党、社、会、人、列、財、小。聞こえた？聞こえた？ぜーん。ぜーん、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 てて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 
明日もこれランチャーハントありがとう、1ポイントありがとう。ソータこんばんは、ソータが来た、ランチャーもう1ポイントありがとう。よーし、ランランラン。今日はね、あのね、しーちゃんね、実はね、このコメントね、あの書きたかったのよ。あ、ちょっと待ってね、あのかえちゃんまだいるかな。のみのり眉毛 ね、結婚記念日、これを回復ついでに竜とね、タイなんか魚編の何かを描きたいと思った。あと竜、あの僕の知人に竜人っていう書道家がいて、その方がね描いてるんですよ、竜っていう字をよく。だからそれも自分を真似って描いてみました。お花を買ってきました。アジサイ、バラ、A rose in the rain、ね、よいしょ。てててー、波乗り眉、どうなんだろうね。でも初めて来た人はどんな人かわからないから必ず潜るのに。そうだね、潜っち、もぐもぐ、もぐりん、もぐりんぽねえ。それで見ててね、あ、この人面白い、コメントしようと思ったらコメントするし、様子見てやめようと思ったら抜けちゃうし。俺がそうだからね。俺がいろんな配信をちょろちょろ見に行ってて、ちょっと潜ってて、あ、この人面白いなーと思ったら、コメするし、絡みたいなーと思ったらコメするし。そうじゃなかったらもうそのまま出てくからね。そう考えると、その、考える時間が欲しいじゃないけど、そこであえて突っ込まれたら逆に俺は去るもんね。絶対もう来ないと思う。昨夜みたいに、あの、もうこの人の配信来ないと思う。おっさん、勇気来てくれてありがとう。今日はちょっと時間がね、ずれて、今日はね、お寿司を食べに行ってまいりました。ね、帰ってきて発信しております。お、そう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 おった。そう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 おった。そう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 おった。そう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 おった。どんどんどん、どんき、そう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 おった。そう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 おった。どんき、ね、うん。昨夜、3223、また昨夜、フル昨夜ありがとう。フル昨夜、あれ、マグロ、大トロ、中トロ、赤身、ウニ、ウニ寿司ネタ、カニ、カニも食べた、カニも食べたよ。そうだよね、そうだよね、そうだね、そうだそうだ、そうす、カオルちゃん、ヤッホー、来たね、カオルちゃん。ひろみさん、やっほー、ラララララんちゃんなーにん、そうたくん、やっほー、そうたくんの歌、そう、そうたの歌ができやり、そうそうそう、そうたー、そうそうそう、そうたー、そうそうそう、そうたー、そうそう、そうたー、てててててれ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 、ふるさくやのサクマックス、サクマックス、イエス、V。寿司食いね、デレデデレデデ、寿司食いね、うん、色が白い、ありがとう。パワーパワーオートバック、イエイ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 。パンパンパッ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 パン、イエスイエス、はい、どんちゃん。昔、小桜インコって皆さん知ってます？あの、小桜インコのね、小桜インコを飼ってたんですよ、僕。昔、子供の小学生の頃。で、その小桜インコの名前が、ドンちゃん。ドンちゃん。ドンちゃんって言ってね、ハイスクール鬼面組って漫画皆さん、まあ知らないよね、若い子はね。ハイスクール鬼面組のねキャラの中でドンちゃんっていうキャラがいたんですけども、そのドンちゃんという名前からね取らさせていただきましたよ。ドンちゃん、ドンちゃん、ピッドンちゃん。太田さんの好きな女優さんって誰ですか？国内外問わず。女優か、女優誰好きだろう。女優、バックスバニー女優じゃねえし、女優だよ、女優じゃねえし、女優、あ
なんか思いつかないってことはいないのかな。バックス何さん、フレンズ、アメリカのドラマのフレンズ、レイチェル、レイチェル、あの役名だけどね役名だけどレイチェルが好きかな。日本人、昔仲間由紀恵好きだったけどね、あのクイックじゃね、トリッククイックってなんだ、トリックとかね面白かった。また奇遇ね、お昼に寿司ロー行ってきたわよ。ヒロミ氏、今日の夜は回らない寿司だぜ、イエーイ。そうた8皿食べて夜ご飯食べられなかった。いいじゃん、寿司いっぱい食べて美味しい。嫁と答えて、ひなんちゃん、嫁、うちの嫁が国中涼子に似てるんだよっていうね。ランちゃん、ヤッホー。バックスバニー。はい、4万2400人の皆々様、 LINE ライブ初心者さん、初見さん、よろしかったらねフォローしていただくとおっさん喜びます。よろしくお願いいたします。どうコメントしていいかわからなければ、マクドおっさんスマイルと打ってくれれば、ニコってスマイルお届けいたします。よろしくお願いいたします。笑顔は世界を救うということで、エンターテインメント、芸人じゃないんですけどね、芸人じゃございませんけど、俳優をやっております。俳優の枠にとらわれずね、皆さんを元気に笑顔にしたいと思ってます。よろしくお願いいたします。するマッスル、似てる似てるって、ちょっと待ってね、お昼はミスドに行ってきた。嫁ちゃんイエーイ、似てる似てる。ランちゃん、キャンディーピンクありがとう。キャンディーピンク、キャンディーピンク入りました。キャンディーピンクは入りました。ランちゃん、キャンディーイエローありがとうちゃん、ありがとうちゃん、とーちゃん、とーちゃん、ありがとうちゃん、ありがたい、ありがたい、たいたいたいたたい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 たたい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 、寿司さんもーい、はい寿司さん、はい、言うてもうた、先に言うてもうた、ランちゃん先に言うてもうた、うん、ヒロミ氏、寿司三昧、サケスマイル、はい。ランちゃんはなんかうちの嫁さんの CM を見てくれたのかな。寿司三昧、マグロ、マグロ、落下したよ。今ウサギが落下したで。ランちゃん、チェチェチェン、チェラちゃん。今日なんか今日寒いわ。千葉はどう？みんなのとこは。神奈川はなんか肌寒いわ。ありがたい。そう、昨夜ありがたい。ランちゃん見たよ。ありがとうランちゃん。そう。今日ね、俺の新しい、でもまだあれか、公にはなってないからまだダメだな。可愛かった。ランちゃんありがとう。ありがとう言うとるで。ドゥフフフフフ。ドゥフフフ言うとる。グフフフフ。グフフフフ。千葉も寒い。千葉も寒い。バッチ作りに挑戦中です。一応ね。一応まだガチでもないけどね、別に。一応。まあまあまあ。運よく取れたら嬉しいな。イベントのフラグを立てておくといろんな方がね入ってくるんでね、どっちかっていうと今回のちょいちょいイベントのフラグを立てますけど、頑張るイベントの時には題名にイベントの文字を入れてやりますんで、その時はおっさんこのイベント頑張る気だなと思ってくれればありがたいでございます。ありがたい、そう、ありがたい。一緒に打ち in the sky。 うん、そんな感じよね、うん、雨降ってくんなければいいんだよ、とにかくちょっと肌寒くても雨降んなければ俺は嬉しい、うん、了解です、了解です、了解です、了解道中膝くりげ、了解です、了解です、了解道中膝くりげまたはっちゃけちゃったね。今日は皆さんのコメントに合わせてトークをしていくつもりが、またいつものノリで暴走おっさん。おっさん暴走モードを突入しない。おっさん暴走モードを突入せず今日はやっていきますよ。
大体なんかさ、俺前ちょっと配信見に行ったなんかおじさん、多分全然俺より年上の人なんだけど、ちょいっと潜って見てたんだけど喋らなくてさ、ね、喋んないんだけど結構コメントくれる人がいて、コメントに返事するだけだったけどね。おう、あ、そうだね、うん、あ、そうだねおお、それで成り立つんだ、それで成り立つんだったらいいなと思ってね、うん、グー、マリンゴールド、グー、どうした、まだだぞマリンゴールド氏、まだでござんす。お主、気が早いの。ネットで鳴らしてて、うん、妄想モード突入、妄想モード突入はカッチャンだけで十分。あれ、あやかしは最近配信してるのかな。あなたは不思議、惜しい、このけん玉のカツンっていう音気持ちよくない、ね、なんかいい。けん玉でお肌きれいになるかしら。小顔ですよ、小顔、けん玉小顔効果、けん玉小顔効果、けん玉あまりしてないあまりしてないんだ。じゃあかっちゃん寂しいな。だからしょうがないからおっさんの配信行ってやろうかみたいな。かっちゃんありがとう。小顔配信しようか、小顔配信、小顔配信、小顔配信。どっちった、あ、どっちった、どっちだけやっちゃった、もうマリンゴールドシーやった、うん、どっちった、てへてへでしょ、マリンゴールドシー、てへへ、おっさんのてへ、おっさんの手、ちょっと下手な手、いつ行ったかな前の配信って感じ。あ、マジでそんなやってないんだ、どうしたんだろうね。この前チラッと俺の配信来てくれたけどね。かっちゃん寂しいね。でも、うんうんうん、これさ、あれだよね、うん、今日整骨院に行ったら足パンパンでギュギュ押されて痛かった。整骨院マッサージ行きたいな。整骨院はね、俺は3週に1回ね、カイロプラクティックに通ってるんですけど、うん、カイロプラクティック行ってゴリ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 で矯正、まあゴリゴリ、あ、ゴリゴリじゃない、全然ゴリゴリじゃないんだけど、コロ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 全然痛くないんだけど、それで矯正ができるっていうね、うん、それとは別にやっぱマッサージ行きたいっすね。うん、ただいま、ミエシ、お帰んなさい。衣装チェンジ、暑くて脱いちゃった。ミエシ、暑くて脱いちゃった。外は涼しいんだけど、家の中は暑い現象。これあるあるじゃない、みんな。みんなあるあるじゃない。外涼しいけど、家の中入ると途端に暑い、パティーンない。そういうパティーンじゃない。ねえ。チョキー、それはマリンゴールドじゃんけんのチョキじゃなくて、やったぜ、V のチョキだな。じゃんけんの時じゃないことは俺には百目瞭然、あ、百目瞭然合ってる、違う、うん、いや、わかんないけど今ね、マリンゴールドしね、うん、だから俺のテンションが下がりっぱで、おっさん配信で上げとくかって感じ。ありがとう、かっちゃん、パワー、よし、かっちゃんにパワー送ろう、パワー、パワー、うん、パワー、中山、中山おっさんです、あ、違う、中山筋肉、おっさん筋肉です、あるある、そうだろ、あるやろ、うん、ここ数日しね、三重、今日ね寒かった、外半袖だった、寒かったよ今日、神奈川県ひろみ市、パティーン、そっぱりーん、チコリ氏元気ですか、チコリ氏は、チコリ氏は元気ですか、チコリ氏元気ですか、元気があれば多少できる、いくぞ、1、2、4、おっさんです、三平来ると思っただろう、お主ら三平来ると思っただろう、おっさんですね、してみたね、え、チコリシキャンディーイエローありがとうね、チコリシキャンディーイエロー、キャンディーイエロー、キャンディーイエロー、ゼロカロリー、うし、はい、シャリね、寿司キャンディー、マグロシャ、マグロキャンディーね、はい、みんな行くよ、寿司三昧、イエス、一目瞭然、百も承知、そうだ、一目瞭然と百も承知が合体したな今俺な、百目瞭然寿司三昧、そう、意外な筋肉、意外な筋肉です。
なんか筋バンダリ、筋バンダリ、ラジバンダリ、筋バンダリ、ラジバンダリ、筋バンダリ、カメハメハ、カメハメハ、意外に上がらない、かっちゃん、テンション上がらない、名前変わっちゃ上がらない、上げてけ、上げてけ、あげてけ、チュンチュン、上がらない、はあ、そうた、ハートありがとう、ひろめし WWW、おとさん、は元気上がらないときはどうするの、寝る。寝る。寝る。睡眠、睡眠。か筋トレする。か走る。走るか、走った後に筋トレする。うん。そうた、4ポイントありがとう。上がらないときも配信してる？上がらないときも配信してるよ、俺。うん。実は。寿司三昧。マーサ氏、来てくれてありがとう、りょうとくなり。やっぱり同じおっさんの配信落ち着く。ありがとう、マーサさん。同じお仲間へ仲良くしていきやっしゃー、こんばんは、こんばんはでござんす。今日は私ね、マーサさんは夜ご飯何食べました？今日はね、私結婚記念日ということで、まあ昨日だったんですけど、昨日だったんですけどね、結婚記念日、実はお寿司を食べてきました。回らない寿司でございます。ジョーマンダンキー、よいどき、うん、あれね、マーサさん、ハートありがとう。カメハメハでおっさんパワー吹っ飛ばした。カメハメハを打つことによって一切湧き返るから、俺。かっちゃんはカメハメハを、俺のカメハメハを受けることで、かっちゃんは3歳湧き返るからね。いっぱい受け取って、受け取って。無理やりテンション上げてるってこと？そうしたら自然と上がってくるのかな？まあ、配信はある意味俺は楽しい仕事の一部だと思ってるんだよね、三重市。LINE ライブは。だから、うん、だから他の方はまあ素人さんやから、まあ素人さんだっつっても、俺も別にさ、喋りのプロっていうわけでもないし、ラジオパーソナリティでもないし、けど一応自分が演者というかエンターテインメントとして別にやるときは、そんな俺が実は落ち込んでるみたいなことみんなには見せずにやるよ。よくいるやんか、まあそういうね、一般の人だったらもう落ちちゃって悲しくてなんだかんだって、でも別にそれがダメって言ってるわけじゃないよ、俺はやらないっていうだけ、うん、で本当に落ち込んだり、本当に悩んでたり、本当に辛かったりしたら、俺はそうやって話せる仲間がいるからさ、別に仲間に話す、 LINE ライブでどうこうはしない、うん、マーサさん4ポイントありがとう。カッチカッチやぞ、闇営業、カッチカッチの闇営業、ドン。イントネダメ、イントネダーメね、イントネダーメね、どういうこと、イントネダーメね、回らない寿司、うま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 、大トロの炙り寿司を食ってきたよ、マーサシア、うまし、うん、7月7日結婚決めた、そうなのよ、かゆし、そう遅くなりありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、感謝、あ、なんか間違えた、今のくだりすげえ間違えて、今、感謝感謝、かゆし、感謝感謝感謝、シャカね、プロね、プロ、さすがプロ根性、うん、だからで配信しないときは配信しねえ言うしね、俺、うん、まあそんな感じよ、そんな感じよ、そう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 、うん、だから楽しい仕事、俺にとっては LINE ライブは楽しいお仕事、まあこれでね、もっとね、お金が儲かればもちろんいいですけどね、まあでもいいんじゃないですか、 LINE ライブ 20% だからね、うん、だからもう完全に LINE ライブは気楽じゃないけど、気楽とは違うな、楽しんでできるタイプ、楽しんでやれるアプリですね、なんかね、中にはすごいアイテムが飛ぶ配信アプリがあるんだって。なんかそれはもうなんか殺伐としてるからっていう話を俺は聞いたから、さすがにちょっとそれはきついなと思って。殺伐は嫌だな。うん。宮迫はずっと家にマグリンしてるみたい。そうやな、なぁ、うん。そうや。もうあんだけさ、世間から叩かれたらさ、俺思ったけどね、やっぱいけない、絶対いけないよ、闇、絶対いけないけど、いけないけども、いけないけども、もうあんだけ叩いたらもうそっとしといてあげようよ。もうそっとしといてあげないって感じ。うん。
あんまり追い詰めて追い詰めて追い詰めすぎるのもどうなのって思っちゃう逆にね。正義というなら暴力じゃないけど、でもさ、自分も若い頃気づかないうちにそういうことをしていたのかなと思うと、ちょっと反省する部分はもちろんありますよね。自分もね、完璧じゃないし。釈迦いただきました、かいちゃん。釈迦だぜ。高級寿司三昧、まあ、高級なのかな、高級でもない、なんかこじんまりとした、でも堅苦しくないお寿司屋さんで良かったです。うまし、うまこふ、うまるすき、うまいの三段活用。お、俺初見でうまいの三段活用今読んだけど、噛まずに読めた。まあ、お寿司、うまし、うまこふ、うまるすき、どうだ、まさし、噛まずに言えた。あの、噛むことで有名な太田が、噛むことで有名なおっさんが、初めて、今噛んだね。今甘噛みしたよね。初めての恥を甘噛みしたよね。うん、初のコメントを読めた。楽しむことは大事だよね。サブサクヤ、ありがとう。そうだね、楽しむことだね。Enjoy! Yeah!しぐれし、こんばんは。寝落ちしてたしぐれし、うん、確かに叩きすぎるのはかわいそう、うん、まあ、そっとしといてあげましょうよ。もうね、ハートありがとう。4ポイントしぐれし、ありがとう。さく、あれ、さくやまたハート食べてきてたの。さっきフルさくや上がったばっかなのに、すごい。さくやありがとう。上がらない。男好きプドルフスキー、パンドルフスキー、ハングリーさん、あ、キャンディーありがとう。今夜のお達しすっきり感が、そう、寿司食ってきた。お久しぶりです。お風呂なので挨拶だけすみません。ハングリー氏、偽ハングリーが俺のフォローしてくれたよ偽ハングリーが俺のフォローしてくれたよ。何、いちこさんいちこさん、まあさ、神様じゃなかった。そう、噛む神様じゃございません。噛むゴッドってなんだ。噛みすぎるゴッド、噛むゴッド。ハングリー氏、キャンディー3つありがとう。キャンディーピンク、キャンディーピンク、ゼロカロリー、寿司キャンディーを食べてきた。ハングリーさん、もういなくなっちゃったかな。うん、行くぞ。寿司三昧、イエー。寿司三昧、タブレットでおっさん見ながら。なるほど、タブレットでおっさん見ながら片方で、あれでしょう。稼いでくれた。ありがとう、さっきや。その心意気、感謝いたす。武士のように、感謝いたす。誰だろう、いっちゃん。そう、いっちゃんだと思う。いちこが名前書いてた。そう、いちこしにフォローしてくれた。ありがとう。ありがとう、いちこし。猿です。織田裕二です。織田裕二。事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ。あ、まべ。今日はみんなに合わせトークしていくって言ったにもかかわらず、またやっちまった。また、暴走半島じゃねえ。暴走おっさん。昔、ドラゴンボールに出てきた男好き。知らない。知らない、それ俺。マーサさん、スクセ、サンキューベイベーベイビ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 ー。武士おっさん、そう、武士、織田裕二似てる多分。室井さん、ゲーム、室井さんの、わかんないことちって、わかんないまで、うん、感謝感激、雨おっさん、感謝感激、雨おっさん、感謝感激、雨おっさん。ほら、ちょっとやめて、かっちゃん、そういうことやるの。また俺暴走しちゃうじゃん。今日はまったりトークでやっていこうと思ったのに。もうガッチャン目、織田裕二、どこどこ、ここよ、ここ、キュッ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 。もう分かんなくなったら笑顔でごまかす俺分かんなくなったら笑顔でごまかすうん、ちょい落ちます。ありがとう、マーサさん、来てくれて。また来てね、また来てください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いマッスルパワー。それやると妄想モードを突入。何の妄想しようかなこらかっちゃん。それやるとおっさんは猿顔だったのかと気づく。俺猿系である。俺猿系の顔でしょ。絶対猿系の顔だよね、俺ね。耳をダンボにしてみんなの話を聞いとるぞ。おい、耳がダンボで聞いとるぞ。おう、おう、おう。
なんじゃそれ。大化の改新の一撃でござんすよ、皆様。いくぞみんな、キュッ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 。この曲流れるとこれやっちゃうからダメだな。サルゴリオッサンジ、サルゴリラチンパンジーのやりだろそれ。かっちゃん今のは分かったぞ。かっちゃん今のは分かったぞ。俺でもサルゴリラオッサンジ、サルゴリラオッサンジ、サルゴリラオッサンジ。うんうん系だろ、サル系だろ俺。ソータを受け、どこに受けた。ソータ、サル、おいソルド、ウッキッキーのキッキッ、違うわ。事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ、レインボーブリッジ封鎖だ。モルディブに行きたいね、モルディブに、モルディブに行きたい。さあ、キュッキュッキュッのキュッキュッキュッでございます、作者。あ、なんか今日もう帰ってくるの遅かったから、帰ってくるの遅いじゃん。配信の時間遅かったから1時間やるつもりなかったのに1時間経っちゃうね。メロリンキュー、メロリンキュー、メロリンキュー、メロリンキュー。山本太郎に1票ってこと？猿に受けてる。猿に受けたか。ヒロミ氏。そうだ。モンキー、モンキーおっさんです。モンキー、モンキーベイベー。あはは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 、は芸能人の命。東美希さん、は芸能人の命ってのがいいね。やってたね。やんだかんだで50分。もう1時間やるつもりなかったのに1時間やっちゃったよ。そんな時もあるよね、そんな時もあるよね。山本太郎昨日見た。俺山本太郎さんは実はまあ会ったことあるんだけどね、俺、うん、芸能人は歯が命、一般人も歯が命。なんか40歳になったんだけど、40歳になるといろんな通知が来るのね。歯科検診の通知が来たよ。あとがん検診、40歳になったよ。がん検診行ってみるけどね。胃がん、胃がんと肺がんと大腸がんの検査、うん、選挙カー見たら山本太郎って。あれかっちゃんってどこだっけ住んでんの。で都内回ってるよね。歯科検診も来て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 来た。じゃあちょっと上をはだけてごらんなさい。エロ医者か。チンパンジーも歯が命、猿も命だよ、はあ、歯がね。あ、人間ってなんだっけな、あれでしょ、食べれなくなって歩けなくなったら終わるよね。検査はしっかりやらないとダメね。そう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 、そのうち厄払いのお知らせも来るよ。あ、厄払いのお知らせも来るの、ほんと。なんか役者は役を落とさないとかなんとかって前しぐれ氏が教えてくれたんだっけ。がん検診来たけど仕方しちゃダメ、ヒロミ氏。え、ロシーしちゃやば。じゃあ昨夜ちょっとあの聴診器やってるけどちょっと上脱いでごらん。エロ医者ヤブ医者、エロ医者ヤブ医者、エロイムエッサイム、エロイムエッサイム、バランガバランガバラン。また暴走モード突入。少しは静かに配信できんのか、少しは配信静かにできんのかっていう声が聞こえてきそう。厄払いすげえ、ね、はーいって、おい、一人乗りツッコミ作や、サクサク一人乗りツッコミ。はーい、外のにおいされそうぬじ、四季ブンブンイエーイ。有名な厄除け神社、そう、それはおっさん神社。どうもおっさんが厄を払ってあげます。小顔小顔、からはげあげ来てごる。あ、そうなの、マジで。あ、ガチのガチのやつ、本当に。俺来てない。え、俺40ん、男の厄年、あれ年齢
だよね。俺、私も役払いしよう。さっき頭を顔面にチコを寄らしてみなさい。頭を昨夜の役払いを。サックサックサック。俺のおでこの油を昨夜のおでこに。バッチリバッチリ言うな。ただの油じゃ。ワンダカンダでワンダカンダワンダ。ワンダカンダワンダ。今日もめでたく、まあいいや。今日もめでたく1時間やってしまいました。1時間やるつもりもなかったんですけど、実はやっちゃいました。デコ油で厄払い。あー、しいたれしいたれ、あしいたれしいたれ、あしいたれしいたれ、あ。言葉に意味はないよ。言葉に意味はない。男の役は40だよ。旦那がそうだったから。そうだ、俺40じゃん。役じゃん。役。いけ。入ってますか？入ってますか？大丈夫ですか？ワンダフル。そう、ワンダフル。ワンダフル。じゃあ、ワンダってコーヒーのワンダってあったじゃん。コーヒーのワンダの CM。ワンダ、ニャンダ、ワンダ、カンダ。カンダ、マサキ、ワンダ。カンダ、マサキの娘はカンダ。さやか。奥さん、うん、さやか、あ、違うか、あ、役年だ。ゼビーよし、56分入ってますか、大丈夫ですか。よっしゃー、はい、今成功したので次の OTA 生配信チャレンジはおっさん達筆に、おっさん筆持って、おっさん字を書くの3本です。みんな行くよ、準備はいいかな。じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、はい、じゃかじゃかじゃん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 、けんじゃんけんじゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃんけん。パー。勝った人は運気絶好調。愛子の人はちょっと運気が上がる。負けた人は悔しくって悲しくって。悔しくって悲しくってまたおっさんの配信見に来ちゃう。ブイッみんなまた来いよ、待ってるぞ。歯磨けよ、宿題しろよ、ご飯ちゃんと食べろよ、しっかり寝ろよな、笑顔を絶やさずにな、頑張れよ。おっさんが応援してるぞ。じゃあな。はい、コメント読んでいきます。はい、コメント読んでいきます。コメント読んでいきます。はい、ワンダカンダでデコ油、さっきはわらわらわら男の40、ワンダフル、役年入ってますか。まだね、カンダワンダカンダ、そう、もうすぐジャガジャガ、そう、うん、ヒルミシパー、感動したやかさん、整形してそう、グワグ、マジか。うん、ソータ、チョッキー、サクヤ、チョッキー、デュークシ、チョッキー、チョッキー、みんな3人、勝った。あ、シグレシ負けちゃった、シグレシまた来ちゃうねー。カエちゃん、チャッキン勝った。おー、やった、勝った。絶好調。やったー、ソータ勝ったー。サクヤ、ニコニコ、アイコ、コンバミ、マグロ、ウェザーシー、チョキ出した？うん、お疲れ様。勝った、勝った、お疲れ様でした。デュフフフ、勝った。勝つた、あ、勝つた。勝つた。うおう、やったい、勝ち、勝ちゃん。ランちゃん、ありがとう。こちらこそ、ありがとう。言われるか、明日も来るんだよ、ランちゃん。クリボー、まあ、クリボーさん、怖ーい。つぶりたいけど、ランちゃん。一瞬、目玉の親父見たぞ。明日は、あ、明日も普通にやるわ。うん。みんなまた来てね。よろしくな。おっさんのこと忘れんなよ。頼むぜ。またね。元気でね。分かってる、分かってる、みんな、みんなまで言うな、みんなまで言うな、分かってる。 I love you. Yeah. Good night. またね、また来てね、ありがとね。
それじゃね、バイバイ。